画面の前の皆さん、こんにちは。先月でございます。今日はね、こちらですね、ゴードン&マクファイルのエクルシブラベルの、カリラの2005年から2015年寝てる、10年ですねの方をね、今日飲んでいきたいと思います。でその前にちょっと説明なんですけど、まずゴードン&マクファイルっていうのがアイラウイスキーを出すっていうのはかなり珍しいですね。アイラウイスキーってちょっとこうスコットランドの中でも島国のアイラっていう島でね作ってるウイスキーで、割とこうかなり特徴が強いウイスキーになってくるんですけど、あんまりゴードン&マクファイルの本社とかアイラ島が近くないので、あんまりこうアイラ島のウイスキーを出すっていうイメージはあんまりないんですけど、今回は珍しいゴードン&マクファイルのボトラーズの中でもちょっとレアなカリラというアイラモルトの方をね、飲んでいきたいと思います。で割とこれね、まだリリースされて多分そんなに時間が経ってないので、情報があんまりないんですけど、多分世界で280本ぐらいしかないんじゃないかなと思います。ですのでね、ちょっとねレアなウイスキーになります。でカリラっていうのはアイラ島の中でも割とこう本当に海に面しているようなところにある蒸留所で、もともとは全然こうほとんどジョニーウォーカーとかのモルト原酒として作られていて、ほとんど市場に流通しなかったウイスキーですね。これが1989年にオフィシャルがようやくこうモルトの販売に踏み切りまして、そこからこう販売がされるようになったので、そのカリラの単一モルトとして販売されるようになったので、それまではねもう本当に入手できないウイスキーでした。なのでもともとこう全然オフィシャルで販売されてなかったものが、今度こう全然離れてるからまあ、あまり手を出さないゴードン&マクファイルが手を出してきたっていう意味でもかなり珍しいタイプのウイスキーになってきますので、ちょっとねそういった意味も踏まえてちょっと飲んでみようかなと思います。では飲んでみます。はい、ではね、飲んでいきたいと思いますけれども、まずウイスキーを初めて飲む場合にはまずこういう2つの形状のグラスで飲み比べると味がよくわかると思います。まずこう開いてるグラス、もしくはこう言って口がすぼんでるグラスですね。こちらのタイプ、2つのタイプでお酒の方は飲んでいただくと割とこう味の特徴もはっきりわかると思いますので、もし初めてのねウイスキーを飲むときにはこういった2つのグラス揃えていただいて飲み比べていただけるとより特徴がよくわかるかなと思います。ではね、今から飲んでいきたいと思います。はい、それではね、いただきます。おー、はぁ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 、うんうん、あー、アイラモルトの割にはピート差はそこまで強くないですね。オフィシャルのカリラの方がよっぽどピーティーな感じがします。なのでスモーキーというよりはちょっと焚き火みたいな匂いがしますね。うん、今回はこれはねこっちで飲んだ方がいいかもしれないですね。まああくまで個人の主観なので、人によってタイプはあると思いますけど、僕は今回はこっちで飲んだ方が美味しい気がします。香りが立ちますね、うん、でアルコール度数がこれ50度超えてるんですね。 55.3 度なんですけど、全然アルコール強さはそこまで感じないですし、キックバックもね全くないです。だいたい50度超えてきて、普通のウイスキーだと飲んだ後のこうグッっていう返りキックバックっていうのが結構あったりするんですけど、これはもう全然ないですね。めちゃめちゃ飲みやすいです。なんでロックとかにしたらダメな子ですね。もうストレートで飲むのがいいと思います。でやっぱりアルコール度数が55度もあるんで、こっちのグラスで飲むとすごい酒精を感じるんですよ。アルコールっていう感じはするんですけど、こっちだとね香りが全部抜けちゃうんで、こっちの方がよりウイスキーの香りを感じる感じがしますね。本当に焚き火みたいな匂いがします。もし僕がお客さんにこのウイスキーを出すのであれば、結構ウイスキーには慣れてるけどアイラはそこまで得意じゃないんだよなとか、アイラ自体はまだそんなに飲んだことがないっていう人の入門的なものとしてはすごくいいと思います。まあ、入門としてはクオリティ高すぎるんであれですけど、
ピート差がない分ちょっと入りやすいのかなっていうような感じはしますね。ちょっと今まで飲んだカリラの中では一番ピートは少ないじゃないかなと個人的には思います。なのでもう本当に根っからのアイラ好きっていう人にとってはちょっと物足りない子かもしれませんね。アイラに限らずウイスキーでうまいのが好きっていう人にはもう胸を張っておすすめできる一本かなとは思います。まあ決して数も多くないですし、価格自体も安くはないので、なかなかこう出会う機会も少なければ、こう金額でちょっとうってなっちゃうかもしれませんが、ウイスキーが好きな人はね、ぜひ一度飲んでいただけたらいいと思いますね。多分飲んで損することはない一本だと思います。というわけでね、今回はボトラーズのスコッチウイスキー、カリラのエクルシブラベルですね、ちょっと珍しいウイスキーの説明でございました。機会があってね、もし見かける機会があったら本当に全然買って損のない一本だと思いますので、ぜひね、機会があって、買う機会があって、飲む機会があってっていう時にはぜひ飲んでみていただけたらなと思います。では最後までね、ご視聴いただきどうもありがとうございました。また次回、次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。よければチャンネル登録や高評価していただけるととても嬉しいです。動画撮影の励みになりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。先月レシピチャンネルでした。次回も乞うご期待。